ユリウス・プロクルス・ユリウス・プロクルスは、王政ローマの初代王、ロムレスの死後、ロムレスが神になったことを証言した人物。ユリウス氏族の祖先とも言われる、プロクルス・ユリウスとも、紀元前715年7月7日のロムレスの死についてはいくつか伝承があるが、そのいずれ元知女として姿を消したというものであった。ある伝承では、カンプス・マルティウスのカプラヌマの付近で越平中に、 姿を消したとされ、また別の伝承では、元老院の議場の神殿で突然消えたとされる。ロムルスが消えた時には同時に、嵐や雷が起こり、ロムルスが姿を消した直後居合わせた、元老院議員や市民たちはロムルスが神になったと、信じたという。しかし実際には、元老院が邪魔な王を殺害したのではないかとの噂も起こり、元老院議員たちを疑う声も上がるように、 なっていった。プロクルスはこのような状況で現れる。誠実でロムルスの友人でもあったというプロクルスは市民たちの前で誓いを立て、自分は死んだロムルスに出会ったと語った。ロムルスは生前よりも大きく輝いた姿で現れ、自らがクイリヌスという神になったことを語り、天井へと登っていったという。この話を聞いた市民たちはロムルスが神になったことを信じ、 その後ローマの支配は元老院議員たちによる持ち回りの中間号機を経て次の王に選出された沼、ポンピリウスに委ねられた。プルタルコスによると市民によって王に選出された沼を説得するためにプロクルスはベレススと共にクレスへ向かったという。プロクルスはローマ人の中で王にふさわしいものとみなされており、ベレススも同様に ローマのサビニ人の中では王にふさわしいものとみなされていたという。しかし沼はこの説得を一度は断り、その後父や親戚の説得を受け王位につくことを承諾した。プルタルコスではプロクルスは王の友人であるなど王世紀の有力なローマ人として描かれている。加えてプロクルスはアルバロンガからの移住者であったとされ、同じくアルバロンガからローマに移った。 ユリウス氏族によって自分たちの祖先として利用されたとも考えられる。プルタルコスらより時代が遡るマルクス・トゥ・ディウス・キケロでは、プロクルスは有力な人物などではなく農夫であったとされている。プロクルスは、ロムルス殺害を疑われた元老院議員たちに頼まれ、クイリナリスでロムルスに出会って、自身はクイリヌスとなりローマ人に、 自分の神殿を建てるように言われたと証言したという、ありがとうございます。